はい、皆さんこんばんは。今日はね、伊藤ちゃんとね、お好み焼き食べに行きました。はい、伊藤ちゃんはね、ビール飲んでます。はい、で、僕はちょっと、まあ、今日ちょっと車なんで、飲んでません。で、右がね、そうそう、伊藤ちゃんもミックス。これミックスね。伊藤ちゃんもミックス。ほんで、僕はね、ベーコン、チーズ、です。ベーコンチーズ。はい。ベーコンチーズです。はい。でね、やっぱりね、お好み焼きといえば、はい、親方。親方。いつもお世話になってます。親方。親方、やげんぼり。はい。しじみ、唐辛子といえばね、お好み焼きといえばね、やっぱりね、親方もね、やげんぼりがよく合います。はい。親方、いつもお世話になってます。はい。井戸ちゃんもお世話になってます。はい、お世話になってます。親方、ありがとうございます。はい、で今からね、親方のやげんぼりね、僕のやつにはね、七味かけていきます。はい。かけて、よく見ておいてくださいね。かかってるんで、実際。はい。かかってます、かかってます。はい。見えますかね。はい、かかってます。はい。で、かけました。半分だけね、ちょっとかけてみて、味見ちょっと見たいと思います。はい。七味かけました。親方も七味かけました。はい、伊藤ちゃんのもお願いします。伊藤ちゃんのね、ミックスもね、かけてほしい。はい、かけてほしいみたいなんでね。ちょっとね、かけますね。この辺かけましょうか。ちょっとね、かけますね。これぐらいね。これぐらいでいいですか。はい。これぐらいね。はい、伊藤ちゃんにもね、ちょっとかけてあげました。はい、ちょっとね、見えるか見えないか。はい。はい、感じでね。で、それではね、今から。いただきましょうか。はい、いただきます。いただきます。食べ方自体の作り方、はい、途中まで食べました。ほんで、伊藤ちゃんね、自分の、ね、食べ方下手やなって言ってますけど、ほんまに下手ですね。切り方は下手です。下手です、この人。切り方下手すぎます。ほんでね、今もこれ、半分食べました。ほんで、マヨネーズとね、ソースね、してました。ほんでね、やっぱりね、親方の七味よく合いますと、いつもお世話になってます。やっぱりね、江戸の風味、やげんぼり親方ね、美味しいですね。はい、江戸といえばね、やっぱりね、七味唐辛子。はい、辛さのベースを混ぜていきましょう。各地の名産物から、七味七色でございます。まずは辛さのベース中辛。まずは四国さぬきの名産物からいきます。八つ伏せのこちらキーポン。一つの幹から伏木にも八つの房が出るという八つ伏せのキーポン。辛口のナンバーワン。鷹の爪の純物に紀州。有田からは新物のみかん。この尊い薬剤のみかん。こちら先祖代々漢方として使われます。今現代においてはクミチンキアスピリンという尊い薬剤から慈恵会、東京は芝慈恵会医大病院におきましては学名を陳皮、また松葉のように細かく、散らしたところから、松葉の森からと名付けられました。江戸は東京です。大森名産物、青森から、これ青森から、はい、それにもね、また七味続きいただきたいと思います。はい、親方のね、七味かけます。七味出て美味しいね。はい、七味ね、親方の七味美味しいです。七味なんか味がね、すごい、はい、もう美味しいわ、もうちょっといいか。はい、これね、ミトちゃんもね、かけてくださいって。美味しいな。ヒドちゃんもね、すごくね、風味をね、豊かにするんですよ。うん、ほんとね。はい、ヒドちゃんもね、ちょっとかけます。うん、はい、美味しいわ。はい、どうぞ。はい、かけました。ヒドちゃんもかかってます、七味。うんうん、はい、それではね、引き続きいただきたいと思います。うん、はい、焼きそばが来ました。お好み焼きね、糸ちゃんとペロリといただきました。で、またね、親方も七味にね、かけていきたいと思います。やげんぼり、親方、いつもお世話になってます。はい、また金ごま、黒、金ごま、銀ごま、黒ごま、白ごま、数ある4つの種類、動脈硬化は血液循環には一定の消化を助けるという埼玉県から武州川越の名産物、こちら白ごまのすりごま、また味といえば香り、香りといえば風味、
やはり七味に欠かせないのは山椒の香味と香り。誰が植えたか岩山椒、色は黒いが味見は賛成。山椒三年目の薬と歌に歌われたから東海道朝倉山の本山椒、馬山椒が入ります。また見た目は辛そうではありますが、噛んで香ばしいのはこちら日光名産蜜からは挟む。こちら息切れ臓器、心臓の薬、人間の嫌な口臭、体液を消し止めるという野種、栃木県日光名産朝の実が入りまして、最後こちら生の唐辛子をごまの油で焼いたものです。こちら生の唐辛子をごまの油で焼くことにより味、香り、また辛さにまろやかさが出ます。ということでね、はい、今からですね、なんとなんとね、ボリュームある焼きそばをですね、いただくわけなんです。はい、信州長野善光寺の名産物、焼いた焼き唐辛子から七色からこちらお目通りです。各地の名産物から混ぜて出来上がったのが七味七色、七味七色でございます。一般ご家庭用から混ぜて出来上がったのが中辛でございます。三度三度の食卓の友でございます。ということでね、お好み焼き、焼きそばの友でございますということでね、親方もね、工場に乗せて今からね、七味をかけていきます。はい、美味しそうですね。伊藤ちゃんもね、もう早くかけろってね、もう早く食べたいとね、すごくおっしゃってました。はい、で、はい、はい、七味がかかりました。はい、親方いつもありがとうございます。はい、親方いつもありがとうございます。はい、伊藤ちゃんもね、親方のことね、もう大好きなんです。親方に会いたくてたまらないみたいです。はい、それでは伊藤ちゃんいただきましょう。はい、いただきます。はい、ごちそうさまでした。めちゃくちゃ美味しかったです。はい、親方ね、いつもね、お世話になってます。やっぱりね、食卓の友、お好み焼き、はい、お好み焼き、焼きそばといえばね、やっぱり親方の七味が欠かせません。はい、美味しかったです。はい、ものすごい風味とね、まろやかさがね、はい、もうピリリピリリとね、舌を打つこの快感、はい、もうエゲンボリのね、親方の七味以外にはね、考えられません。はい、はい、本当にね、すごく美味しかったです。親方いつもありがとうございます。で、伊藤さんからもね、親方に向けてね、メッセージあるそうです。どうぞこれ持ってね。はい、親方はじめまして。はい、伊藤ちゃんですけども、はい、いつも見ていただいているかどうかちょっと知りませんけれども、もう本当にこの七味どんなんでも合います。おいしいです。ありがとうございました。奥様によろしく。はい、ということでね、奥様というのはね、姉さんによろしくということです。すいません。はい、姉さんね、姉さんもどうもありがとうございます。ほんでね、本当にね、もう食卓の友でございます。はい、僕も先ほどね、工場でね、親方のものをね、ちょっとしながらこれ映させてもらったんですけども、はい、ほんで非常にね、美味しいお好み焼きでした。はい、どうもごちそうさまでした。ごちそうさまでした。